はーいお疲れ様です元光です言論プラットフォームの方のチャンネルになります 今回のお話もなんですけど、コラボ問題に関するお話なんですけど、今回また日和ら氏がですね、提訴しますよってえ、訴えますっていうことでね、また新たな相手がねえ、出てきたんですよ。その訴える相手っていうのが、コラボを支える会の北原みのりさんを提訴しましたっていうことなんですよね。ついにコラボを支える会をえ提訴することになったんですけど、その代表の北原みのりさんを訴えてるわけなんです で、すよねでこの北原みのりさんって、結構いろんなとこでも、まあ、炎上詐欺とかやってて、まあ、うっぷん溜まってる人が、おそらくネットでもいっぱいいたんだと思うんですよね。まあ、だから、暇ひまずらしい。やっぱすげえなー。この人を選んで、土俵に上げたのはすげえことだーって、めちゃめちゃさ賛の声が上がってるんですよね。まあ、その、えー、まあ、このコラボの話だけではなく、いろんな目線からね、ちょっとこの話見ていこうかなと思います。もとものチャンネルでは、時事ニュース系のことをお話ししていきますので、いいねと思ったら、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。 ということで、ひまぞらしがですね、あのちょっと前、2日ぐらい前かな、こんな感じでツイートしてたんですよ、〇〇さんを提訴しましたよーって、公開されたらサムネとか差し替えますよーって、ヒントとか与えてね、えー、被告は新しく訴えた人です、過去に訴えた人ではありません、被告は新聞記者ではありません、被告は有名人ですとか、まあいろいろヒントを与えて、みんなでねクイズゲームみたいな感じで、明日の18時に公開しますよーってツイートをしてたんですよね、みんなにね、こう楽しみを持たせるような感じでやって。 たんで、すよでその後ですね、こんな感じで、えーまあ、実際に訴状、こういうふうに出してるよっていうのも、えー、写真でね、あげてくれてたんですよね。そして今回、ついに名前が公開されてるんですよ。コラボを支える会の北原みのりさんを提訴しましたーって、ひわさんがじゃーんなんと訴えた相手はこれじゃあ、どうじゃびっくりしたか、わしの初告知じゃあっていうことで、まあ、告知をしてくれてるんですけど、まあ、どういうあの提訴をするっていうかは、まあ、ちょっとここのね、動画、 まだ公開されてないんですよね、えー、明日の18時に公開されるということなんで、めちゃめちゃ楽しみなんですけど、まあその内容にもここのねヒントとかもあったりするんで、まあ、それについてね、元光なりにちょっと見ていきたいとは思うんですけど、一旦こちら、いいねさせていただきますね。あ元光ね、ツイッターもやってるんで、もしよかったらコラボしていただけると嬉しいんで、よろしくお願いします。で、まあ動画としてはこんな感じで明日の18時に公開されるわけなんですけど、まず相手はこれ、コラボを支える会ですよね。このコラボと,、えー、2とさんを支え こういうアカウントもあるぐらい、このアカウントに対して、えー、訴えを起こしていくよ、まあ、つまり代表の、ね、北原みのりさんを訴えていくよという話なんですけど、その北原みのりさんって誰っていうおさらいをね、軽くしていこうと思うんですけど、北原みのり氏についておさらいするとということでね、リプライ書いてくれてる人がいるんですけど、まず希望の。 種の理事だっていうことで、希望の種ではこちらなんですけど、一般社団法人の希望の種基金っていうものなんですよね？まあ、ここにちょっと表記なんですけど、一番下には書いてるかな？ここ 一般社団法人、希望の種基金っていうもので、まあ、この希望の種、希望種とかって言ったりもするんですけどこれ何なのっていうとこなんですけど希望の種基金について希望種は日本の若者が慰安婦問題について学び性暴力のない社会づくりに役立てるための基金です日韓の若者間の意識ギャップを埋めて終わらせるものではなく記憶継承することで二度と同じような被害を生まないための取り組みを日韓の若者ひいてはアジアの被害国 さらに世界の人々と共に行えるよう希望の種をまいていくことを目指しますということでね日韓の話をしているわけなんですよ。もうここについてはいちいちも突っ込まないですけどこの希望の種の、えー、理事をしている人だよっていうことですね。そしてパップスの副理事長。まあ、パップスはね WBPC で何回もみずも動画でお話してるんでもう、まあ、そこら辺もいちいち説明しないです。そしてまあ、あと写真を上げてくれてるんですけどまずこれね左の写真。えー、この北原みのののりさんってここ人ねこの人が 北原実さんなんなですけど村木敦子さんと一緒に写真撮ってるよって村木敦子功労事務次官私は楽しむことを見つけるのが上手なんですということでひまぞらしがボスだってあスボスはひな村木敦子だって言ってるその村木敦子さんとももちろんつながりがあるよっていう話だとかあと他にはねこれ北原みのりさん右の方なんですけど真ん中のねこのユンミヒャンさん元光もこの間ね動画でお話ししたと思うんですけど2頭夢ノさんと とつながりあるだろうっていうねあの韓国の現在朝鮮スパイとして摘発されてる人なんですよねで他にもお金の問題でえ今裁判を行われてたりだとかまあとにかく黒に近いような人がいるわけなんですよその人ともつながってるよということですよねまあ、一旦こちらはまとめてくださってるねツイートいいねさせていただきますねでねそれ以上に炎上してね批判殺到してる内容っておそらくこれだと思うんですけど草っちの冤罪に関する話 なんですけど皆さん、まあ大体知ってるとは思うんですけど、これ話すとちょっと長くなるんですよね。この草津町長、黒岩町長に、えー、セクハラ、まあ、性被害をされたということで、元草津町議の新井さんが声を上げてたんですよ、もうこの女性の方がね。えー、なんかいろいろされちゃったんだって。まあ、この新井さんが町長に対して声を上げて訴えていたわけなんですよね。で、その時にですね、まあ、こんな感じでフラワーデモっていう形で、北原みのりさんも同じように、ああ、これは性被害、 おかしいだろうみたいなな感じでで声を上げてたたわけなんですよただですねその話っていうのがもともとこの新井さんが性被害あったっていうのが嘘なんじゃないのかっていう話になりつつあるんですよねまだ100%は決まってないんですけど新井さんが嘘を言ってたんじゃないのかということで話が進んでるんですよしかし同じように声を上げていた北原みのりさんはこの件に関して謝ったりも全然してないんですよねこんな感じのことを言ってるんですよ、えー、群馬県草町の新井元議員に対して 11月1日に検察が虚偽告訴罪および名誉毀損罪で在宅起訴しました今後裁判を通して真実が明らかになっていくことでしょうなぜこのようなことが起きたのか私も真実を知りたいです引き続き注視していきたいと思いますということでこんな感じでデモとかをやってたんですよなのに、まあ、それが嘘だってなっても謝りもしないんですよ あれちょっともしかしたら勘違いだったかもしれないです。ごめんなさいすら言えないんですよね。えなぜかえ注視していきたいです。私は別にね、今のところ悪いことはしてないっていう体で話してるんですよ。むちゃくちゃだよね。 まあこの話、草町長から北原みのりさんへのえ提訴とか、そういうのは発表されてないんですけど、視野に入ってるみたいなことはね報道されていたんで、もしかしたら今後、北原みのりさんもこの件で訴えられる可能性は全然ありえるんですよね。だって、こんなフラフらデモっていうのをやって、町長ね、虚偽の内容で、こいつ、このセクハラする町長、最悪だみたいなことを言ってたわけでしょ。そりゃ、まあ、訴えられてもおかしくはないかなと思うんですけど、こういうことをしてきた北原みのりさんは 今回暇ぞらしは訴えるるっってていう話にななわけなんですよ、まあ、だからネット上ではおおすげえひまぞらし来たーみたいな感じの称賛の声とかがいっぱいあるわけなんですけどまだどこを、えー、あの訴えるっていうのはあのこの動画まだ公開されてないんで具体的には出てないんですけど、まあ、少しヒントここに出してくれてますよねこの手の陰謀論がくだらないのっていうこういったツイートをね、えー、ここに貼ってくれてるんですけど、まあ、これ元光もねちょっと取り上げた話でもあるんですよね、えー、この動画 かな、えー、こんな感じで12月24日の動画になるんですけど見えるかな12月24日の動画でこんなツイートがされて話題になってたんですよねこの広く表現の自由を守るオタク連合っていうアカウントのツイートになるんですけど、まあ、このアカウントは、えー、二藤さん側、まあ、コラボ側の、えーまあ、人になるわけなんですけどこの手の陰謀論がくだらないの宮台ごときを襲撃できるなら住所を割れてる暇空を直にぶ〇 えー、ぶまあおそらくぶっ殺した方が早いという推論ができてないところにあるっていうようなこんなツイートをしてるわけなんですよね。まあ、これ丸だけでほぼそう読めるわけじゃないですか。まあ、この,あの文章の前後から見てもね、えー、この宮台ごときを襲撃できるっていう宮台さん襲撃事件っていうのがね、こうちょっと前にあったわけなんですよ。その事件っていうのが、まあ、こちらなんですけど、ちょっとあんまり詳しく話すと長くなるんですけど、えー、宮台教授っていう人がいてですね、11月29日、当 東京都立大学学で社会学者の宮台氏は重傷を負ったもののすぐに退院し12月7日には自ら MC を務めるネット番組に出演し近況を報告したということでこの宮台教授っていう人がねいろいろ発信とかしてて、まあ、その影響力がある人なわけなんですよ、まあ、その人を、まあ、襲撃したという人がいるめちゃめちゃ凶悪な、ね、事件だったわけなんですけどその件を例に にげててこんんな感じでで言ってるんですよ、まあ、要するに宮台し、ですら襲撃なんて簡単なのに住所が分かってるひまぞらしなんて直接潰すことなんてめっちゃ簡単な話だぜっていうことを言ってるんですよ。まあ 犯行予告まではいかないですけど、一線を越えてるような発信をしてるわけなんですよ。暇つらしいぐらい。いつでもぶっ潰せるからよ。ぶっ殺せるからよ。みたいな、そんなことをね、発信してるわけなんですよ。まあ、それをですね、ここ書いてる通り、コラボとニト夢さんを支える会さんがリツイートしましたということなんですよね、このツイート。 えリツイートってさ、めちゃめちゃ効力強いんですよ。まあ、裁判の判例とかでも、リツイートイコール、このツイートを発信したのと同意義になるんですよ。まあ、いいねでも裁判で争われたりもするみたいなんですけど、いいねなんかよりもリツイートの方がはっきりと、えー、まあこの、えー、意味と同じことを、このアカウントでもツイートしたよっていう体になるわけなんですよ。まあ、これ、軽い気持ちでリツイートしてるのかもしれないですけど、めちゃめちゃ重い一線超えたツイートをリツイートしちゃってるんですよね。でぶ丸 した方がって書いてますけどだいたい想定できるじゃないですかこんなの まるで濁してるから裁判では全然大丈夫とか思ってるのかもしれないんですけど完全に超えちゃってるんですよね実際にネットの意見とかもこんな感じで、ね、支える会がリツイートしてるのはつまりそういうことなんやな暴力で解決図ろうとするクソ作用らしいわとか、まあ、そういうことを言われたりだとかあと、えー、これは例え話でも公共の場では行ってはいけないレベルだぞと一線超えてるってそれこそ大阪駅のあのハレンチ広告を批判する人間が行ってはいけないレベルだとか、えー これはダメだひまぞら悲願のためとはいえ言っていいことと悪いことがあるだろうとかまあいろいろ言われるんですよまあそりゃそうだよねこれ誰がどう見ても一線超えてるってで今時こんなバカがいるのか開示請求だねお疲れ様でした人生終わったねとかいうふうにも言われてるわけなんですけど行き過ぎてるだろうこの発信ってそしてこのツイートをリツイートした、えー、支える会の北原実さんはもうアウトだろうっていうことで多分ひまぞら氏は、えー、今回、えー、提訴するという流れになったんだと 思いま,すまあ詳しい内容ね概要欄にもこの動画のリンク貼っとくんでね明日の18時まあ今日の18時か今日の18時に今日の18時から一緒に見ていきたいですよねということでねネットの意見もね見ていこうと思うんですけどこちら「これはありがたい!」って「オセロの角から埋めていく後でドカンと効力を発する訴訟だ喧嘩がうまいぞ!」っていうことでめちゃめちゃ角から攻めていく外堀埋めてってるなーっていうのがね、えー、暇らしのねこの攻めの凄さをね、えー、みんな称賛してるわけなんです ですよねこちらいいねさせていただきますねとかあと草町からも訴えられる可能性が高い北原みのりさんそう他の方面からも、まあ、かなりやばいよっていう北原みのりさんなんですよねこれはとても楽しみだーっていうことで、ね、言われてますとか、えー、素晴らしい誰もできないようなことを軽々とやってのける最高のエンタメかもしれませんっていうことでね、まあ、この人もエンタメって感じてるんですけど、まあ、もちろんねひまずらしはあの嫌がらせとかあの遊びでやってるわけ でではないんですよねただそのストーリー構成っていうのは確かにエンタメみたいなところがあるんですよ真面目にいろいろねこう作戦立てて相手を詰めていってるんですけどその様子がねほんとまるでゲームみたいに感じるぐらいストーリー性があるんですよねすげえなって本光も思います多分最初からねもうある程度構図ができてるんでしょうねうんここをやっていくっていうのがで相変わらず黙って応援していますっていうことでねまあこれ邪魔はしないようにね応援していきたいですよねまあ、こちゃんもいいねさせていただき とかあとすごいとこ刺しに行きましたね戦い方がうまいっていうことで、まあ、今回もひまぞらしめちゃめちゃうまい戦い方するなーっていうふうに言われてますこちらもいいねさせていただきますねということで今回はコラボを支えるか路北原みどりさんが訴えられてしまうっていうようなそんなお話でした皆さんの意見もね是非お聞かせいただけたらなと思いますまとめてのチャンネルでは時事ニュース系のことを終わらていきますのでいいねとまた是非チャンネル登録もよろしくお願いします本日もご視聴ありがとうございました